ぼうてんチャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日は、ベンチに座って本音を語ろうでございますが、今日のベンチは小田急線柿生駅、徒歩10分のところの、ベンチでございます。さあ今日はですね、皆さん今僕 TikTok ライブっていうのをやってるんですよ。結構ね、あの芸人の方らも結構やってますよ、こう生配信でね。そんでいろいろこう見てくれてる人はランダムにこう見てくれてるんですけど、まあ人気があるとこやったら 1回にも5000人ぐらいが見てるとか、僕はもう数十人ですけどまだ、そこにコメントをいただいたり、ほんで話したかったら小窓と言ってこの枠にこう向こうのね、あの、まあ、テレワークみたいな、オンラインでこう、顔出しして、ほんでこう、いろいろやり取りする。で、顔出しが嫌な子は、ね、顔を出さずに声だけで、とかいうやり取りをしたりして、僕もやってるんですけど、そこでね、今その TikTok ライブでバズってるというか結構人気がある土屋裕太くんっていう、まあ TikTok ライブ見たことある人は知ってるかもわからないですけど、どういうことか、21の男の子なんですけど、まああのオラオラ系というか、まあ基本コンセプトが、俺と喋りたかったらギフトを送れ。ギフトっていうのはその1円からこういろんなこう花があったりね、動物であったりとかいろんなイラストみたいなのをこう送るんですよ。イコールそれはお金を送るっていうことなんですよ。ほんで送る側はそのギフトを買って運営者側から買って、ほんでそれで送るんですよ。それで一番高いのでユニバーサルっていう、これが1個7万円ぐらいする、それとかを送ってきたら俺と話したるとかいう。ほんで一応はそのルールとしては、小窓に出た時顔出しをしろと。顔出しをしない奴はこっちの一存で切るよ、みたいな。ほんで出てきたら、はい、喋って。何？ギフト送れないの？だったら俺と喋んな、みたいな。そんな感じで、でもそれと、まあ土屋くんとこう喋りたいっていう子がおったりとか、逆に土屋くんに一言物申したいとかいう、そのバトルがみんなが楽しく見てるという、その、TikTok の、土屋くんに、僕が、TikTok ライブやってるのに、その、見てくれてる人とか、その、まあ、この YouTube チャンネルのファンの方とかが、武井さん一回、土屋くんとこに、小窓に上がってください。それで、ちょっと論破したってください。みたいなことを、何回かこうあるんですけど、まあまあまあ、ほんと俺もどんなもんかなと思って見てみたら、こら無理やで、と。っていうか、まず話聞かんやろと。ギフトなんか俺送る金もないしやな。なんで送らなあかんねんっていう話やから、どないの？これはちょっと、ちょっと、俺、芸人やってるんですけど、だから何？みたいな感じで、ギフトは？みたいな、いや、それは送らない。じゃあもう、ダメだよ、みたいな感じになるんだ、やろな、と。でもまあ、ずっとこう見てて、まあ若い子なんか土屋くんと喋りたい女の子なんかでもこそ、ちょっとこう憧れ半分ちょっとアンチの気持ちもあったりとかいう、そこにぶつけていくみたいな。ほんでそのもっと年上の人、大人の40代とか俺ら世代とか、そういう人が見ててもういてもたってもおられんよ、でこいつちょっと説教したろうとか言うてこう出てくるやつ。ほんで、そこでギフトもくれないぞ、お前年がそんな年で金も稼げれねえのかみたいなことで、お前な誰に向かって年き、年いくつや思ってんねん、俺らも40超えてんねん、お前年上に向かってみたいな説教垂れようと思う。だからなんなんだよ、金も払わねえやつってこう、そのバトル結局パターンが全部一緒なんですよ。あ、これちょっと一回俺小窓出たろうかなと思って、でこの前ね、まあ小窓申請リクエストっていうとこを押すんですよ。ほんなやっぱり人気あるから結構リクエストなんかたくさん来てるんやと思う。ほんでその土屋くんがランダムにこう押すんですよ。ほんで小窓に上げてくるんですよ。でどうもこんにちはとかじゃないんですよ。もうはい、何喋って、みんないきなりやからこう喋られへんし、でちょっと顔出してって、いやもうちょっと顔はだったら来んなよってパツッと切られていくわけよ。
ね。ほんで俺も、ずーっと見てて、ほんでふっと俺にパッと、その、俺の小窓が上がってきたのよ。ほんでそれタップして、そのカメラのとこって、承諾ってっていうとこポンと押したら俺の顔がパンと出たの。ほんで俺も一瞬のことで、まさか俺小窓に上がるとはって。ほんでいつも見てた、その土屋くんと今、ちょっと俺緊張してしもて、でもまあそこで一発目で言ったのは、結論から言うね、土屋君、俺年が57歳で芸人なんです。でギフトも送る金もないし送れない。ただ土屋君、君は俺いいと思うよって。ほんで、うん、トーク力もあるし、すごく返しが頭がいいし、そこで俺とこううまい、そのオラオラとかそういうことだけじゃない、もう一個のパターンで面白いやりとりでこうやっていこう変化みたいな、そう思って上がったんやけどみたいな、ほんなずっと黙って。で、何ギフト送れないの？え、ほんで芸人やっても、え、ちょっともうジジイじゃん。こんな年でさ、ちょっと調べて、こんなずっと俺のウィキペディアを調べてるわけ、見たけど芸人売れないって書いてるよ。そこまでやって売れない原因そこだよ。なんなんだよみたいな。いや、だから俺とこう喋って、いや喋ってたら、売れないじゃん。もう見てて売れる要素ないもん、おじいちゃんじゃんね。何だからみたいなんで、いやだからそのね、俺と一緒にこうやり取りしようやね。いや、なじゃあなんか面白いこと言ってよ、えとかバーンと話すわけよ。そこで、うん、わかった、ほら一発ギャグやるわ、あ、言うて、え、その年で一発ギャグをやるの？うわ、もうそれ自体がもう寒いじゃんみたいなこと言ってるわけよ。ほんでまあ俺が一発ギャグバーンとあった、もちろん笑えへんし、で、何？もうそれで終わり？ダメだってパッと消されたわけよ。あっちゃー思って、これはなんなんや、これはなかなか難しいなーと思ってね。いや待てよと、俺ふっとここでね、いろいろこう考えたら、俺土屋くんのこのルールって、今の俺らのこの芸能界というか、まあ昔からそういうところあったんやけど、そこの立ち向かう試練あったルールと一緒やな思って、だからもう一回上がったろうと思って、もう一回リクエストしたんですよ。ほんで、何なんだよ、さっきのじじいはよ。情けねえよ。俺自分のおじいちゃんだったらもう嫌だよ。グーはもう、かっこ悪いとかいうコメント送って、ほんで他のやつが出てきて、で、また説教垂れようとしてるっけ、お前よ。さっきのおじいさんいじめすぎだよ。お前失礼だよ。とか、そんなこと言うて、ほんでコメントでバーっと、うわ、武井さんだとかね。武井さんすげえとか、武井さん頑張ってとか、もう一回武井さん出してとか、コメントがバーって出るわけよ。な、その土屋くんは考えええ子やから、あ、こいつもう一回あげたろ、あげといた方がいいだろ、みたいな。で、俺をもう一回あげよったの。ほんでまた俺ポーンと出てきて、土屋くん、途中で切らんとって、もう一発ギャグやりまーすって、またパーンやったのよ。ね。え？ほんでもう自分のスマホいじりながらこっちも見えへんわけよ。ほんで、まあ、うん、ちょっと面白い話して、とかで、いや、面白い話してたって、その、あんたがなんか振ってきてくれんと、なんかテーマくれたら、いや、そんなやらないよ。芸人ってさ、自分で一人でおもろいことやるんじゃねえの？やれねえ、だから売れねえんだよ、とか言うから、もう俺も自分の面白いエピソードを何個かボンボンボンこう喋ったわけよ。なんかこうスマホいじりながら、それ面白いじゃんってパッと一言言いよったの。あ、俺こいつ頭ええなって思ったの。っていうのは何かって言ったら、何でもかんでも無反応じゃなしに、ちょっとこう自分のルールの中で面白いものは認めるよみたいなところ、パッとそういうところもあるんだよっていうところをパッと見せて、一瞬だけですよ、見せて、あ、こいつ頭ええなと思ったの。ほんで、またなんかこうやり取りしてるところでまた消されたの。こいつダメだ、もういいだから売れねえんだよ、ああねえ、みたいなことを言うてるわけよ。で、
なんか爪痕も残せてないし、なんか向こうのルールに、の中で自分がこうね、普通ならこうもうちょっとこう話を聞いてくれて、そこの中で面白いか面白ないかとかあったけど、全く手を差し伸べてくれへん。これで俺自分が負けなるのも悔しいし、もう一回リクエストしたねと思って、もう一回リクエストしたの。で、まさかまた上げてくれるとは思わなかったの、その空気としてはね。ほんで他のやつが全部こう上がって、ランダムに土屋くんがこう小窓に上げていくのに、みんな顔を出そうと用しないの。顔出さんと、おい土屋おめえよ何怒ってんだよとか、だから顔を出せって切るよみたいな、それがバーッと羅列したから、もう仕方ねえや、このじいさんでももう一回出しとこうかって、またプッと出して、また俺パッパッと出てきたのよ。ほんで俺も、な土屋くんなあ海苔食べるとか言ってな、おにぎりの海苔食べる、美味しいでとか、そんな、これ食べたら髪の毛黒くなるよ、俺見てみ、真っ黒やろみたいな、全く無視よ。で、だから何みたいな。ねえ、土屋くんな、土屋くんはな、すごいやりとりがうまいと思う。でもな、もう一個の顔持ったら、君本当に売れるぞって、タレントになりたい、なりたくはないのとかだ。いや、おめえにアドバイスとか受ける筋合いもねえし、おめえ売れてねえだろみたいなこと言うてくるわけよ。で、だから芸歴38年でな、だからそのな、芸歴38年全然ダメだったことを自慢すんじゃねえよ、寒いんだよ、それが俺ら若い子にとっちゃよって。だから俺はそれ分かってるんだから、芸歴38年、同期は山瀬まみですっていうオチがあるの。38年を引けらかされてもっていう感覚があるから、その同期は山瀬まみで笑いを落としてるんやけど、その同期は山瀬まみのとこはもう声をかぶしてきて、もうそこは聞こえへんかったわけよ。そこまで待てなかった。待てるっていうか待たないのよ。そこがまあ、どないの、素人なんかなと。だから、そこの部分をこう持ったら、この子本当に うまいのになとかって俺思ったのよ。ほんでおめえに言われる筋やねえ、俺は勝手に売れるんだよみたいなね。今がテレビがだからダメなんだよ、出てる芸人がみたいなこと、こいつ何言ってんだよ思って。今さ、テレビってね、普通は昔はテレビは上だったけど、今さ、こういう SNS で、俺みたいにさ、これフォロワーが何万と言ってたりさ、とかさ、そういう数字が欲しいから今テレビってそういう人を使ってるだろ？うん。だから、俺たちの方が重視されてるわけ。だから、俺たちの方が、数字として勝ってるわけっていうわけよ。こいつ確信ついたこといいよんなと。ほんで俺らテレビ人と、まあテレビ人でテレビは出てない、テレビを目指してるその芸人とか、そのテレビ側の人にとって、ちょっと彼の言葉を聞いたときは、なんかちょっと俺恥ずかしくなってきて、ああ、今若い子で TikTok とか YouTube やってる子で、そういう感覚なんや。そらテレビ出てる人とかに憧れもクソもないわなと。ね、使う側もそうでしょって、数字でしょ。だからこのフォロワーが何万似てるやつ、こいつをやったらみんなテレビ見るって、だから需要があるんだよ。うん。だから俺たちがね、だからあんたに言われる筋、あんた売れてねえじゃん、数字も持ってねえじゃんみたいにボーンと言われたわけよ。ほんで、まあ最終的にこう、確かにって思ったけど、まあな、またでもまあない、こういうやりとりしようや。俺はな、芸人38年、俺もな、自分の看板背負って、ここでね、下手は打たれへんと勇気振り絞ってこうやってね、体張ってこう出てきてんねんで、だからなんなのみたいな。だからまあこれからも、言うてそこでまあ終わったわけよ。ほんでまあ、俺は何を言いたいかって言ったら、これで、普通やったらお前な、ちょっといろいろずっと話ね、下手になって聞いてたけど、お前、そのものの言い方とか、そのやりとり、どしろとか、こら、みたいなことを、言いがちになりそう、なったのよ、俺も。切れそうになって。お前に何がわかんねん、21のクソガキが、とか、言うとこ。でも、それを言ってしまったら、もう、彼の、範疇の中よ。で、プロフェッショナルとして38年やってきた、人生積んできた、こっちはプロとアマの違いはここですよって見せるには、こっちはもう芸を見せるしかない。土屋くんを一瞬でもこう笑わすとか、で、あ、
ちょっとこう、なんか興味を持たすとか、することしかないと思って、ほんで視聴者の人も、そういう風な目で見てると思うし、んだ、実際にそうやったら、後からこう、俺にダイレクトメッセージが来て、あの、武井さんの、あの、フォロー入れました、フォロワーになりました、僕、大好きになりましたとか、面白いですとかってコメントいっぱい来たの。それはまあ、俺としてもありがたいし、それで俺はまあ、結論から言うね、あの、売れてる芸人はやらん方がええと思うけど、まあ、土屋くんのメリットになってしまうから、売れてる芸人もやったよ。売れてない芸人、俺らみたいなのは、土屋くんのルールに乗っかって、自分で認めさせてやる芸をぶつける。このルールで打ち勝ったやつって、俺は芸能界で生き残っていけるん違うかと、突破口を開けるんちゃうかって俺は思ったの。土屋くんのルールが全て正解ではないよ。でもね、俺が今まで経験した中でそういうディレクターとかおったのよ。作家とか。ちょっとどうぞ、みたいな。ほんで、テーマ差し伸ばんと。で、今まで、ああ、これやってきた。へえ。ほんで、今はどうしてんの？へえ。で、みたいな、そんなことやられたこと何回もあるのよ。ほんで、まあ、土屋くんもわーっと喋ってて、だから何？とか言って、こういう、他のやつがギフト送ってきてくれたり、高額な送りを、何々さんサンキューとか言って、俺と喋ってるの無視して、そっちにこう迎合して、俺はそういう人と、楽しくやって、あなたは俺と触れる位置でもないんや、みたいなことを示すわけよ。ほんで、なんかこう、ね、TikTok でもこう、なんか人気のある人とコラボしたりしたら、ああ、何々さん、ちょっと今度ご飯行こうよ、ねえ、行こうよとか言うて、ほんで、俺がここのコマンド出てるけど、全く無視よ。っていう、それも、俺らの世界でもあんのよ。なんか、売れてる芸人とか、ちょっとね、これから売れ出した芸人に対しては、ああ、何がこの前見ましたよってね、ネタ見せとかして、ああ、それ、ちょっといいんじゃないとか、いう、その、ちょっと自分はそこの位置でこういてのお前ごときにはっていうこう自分の位置づけみたいなのを指名してきたりするやつおんのよ。だそれにもくさったね思いながら、でもそれを、おもろいことをなんかこう見せてチャンスをつかんで、その時にバンと上がったらこいつら態度は急に変わってくる。だからそこの試練っていうのは一緒のことを与えられてるような気がして、俺はあの土屋くんのやり方って俺は今の俺らの世界のルールちゃうかなと思うんですよ。だから売れてへん芸人、ほんで自分腕あるんやって自信のあるやつは土屋くんの小窓に上がって俺挑戦していったらええんちゃうかなって。売れてる人はいや売れてるやつでもどうなんや、売れてるやつで土屋くんがそこでも淡々とした土屋くんの価値やけどな。でもごっつ売れてる人がみたいな、あどうもみたいになってしまったらもうお前大したことないなと思うけど、まあそでも俺は土屋くんはそこでだから何って言うと思うねん。そこを俺は彼はルールとしては徹底してるなと思うの。ほんで、ぶっちゃけだなし、あのそないにあのこっち儲かってるなとか世間は言うてるけど儲かってないと思うよ。あのユニバーサルギフトとか俺ね教えてもらったんやけど、7万円のギフトって送る側は7万円払うんですよ。ほんで受け取る側は例えば土屋くんに対しては1万5、6千円しか払う、あの換金されへんらしい。後の残りは運営側の利益になるわけ。ようできたからクリやなと思って。だから、そんな7万円が丸々入ってくるんやったら家建つよ。毎日あんな彼なんか一回はそのユニバーサルとかバーンと送られてきてるから。だから俺はその、必死なってるんやと思う。これで、だってそういう7万円丸々が1、2、3本くらいバーンとしたら、俺、これだけで別に売れる必要ないやんとか思うし、いや、これはもうきっかけで、でもそこに俺は、こんな、こんだけのギフトもらって金持ってるんや。俺にこんだけギフト送ってくるのは俺が魅力あるんや。金なんか別にいらねえよっていうところを売り込んで、自分が話題になんかなって、どっかできっかけ作ってスターになったろみたいなことを思ってるんやと思うの。だから、そないに儲かってないと思うのよ。それでもああやって貫き通して必死になって自分を演じてる、そのルールを決めてるっていうところは、
うん、そこの中にこう扉を開いていくのは俺ら芸人の力やと思うの。うん、他のまあ一般の人なんかお前なって常識論を語って、ほんでちょっとそれはみたいな、じゃあね、土屋君はだったらそう思うんだったら俺んとこに来るなよ、見なかったらいいじゃんか、もう正論よ。だ、分かってるのになんでそこで、ありきたりの説教をしようとしてるのって、そんなもう年上に対して失礼な、重々分かって言ってるよ。でも、それは俺の基準の中で、もう、常識なんだよと。金もないのにうだうだ俺に文句言ってくんなよと。だったら自分でライブ配信を自分でやれよ。これその通りよ。じゃあ俺らの力で何かするって言ったら、もう笑いで彼のね、顔を笑顔にしたり、オラオラをパッとなくしたり、あ、この人とはちょっと喋ってみようと思わすぐらいの笑いをぶつけていくしかない。それは一緒のことやと思うの。芸能界で重い扉をバーンと開くのには、そういうね、制作者側のディレクターとかね、作家とかそういうところでね、売れたらバーンと態度が変わるやけど、そこの中ですごい扉が狭いのよ。そこをパンと切り開いていくには、その笑いの力でぶつけていくには、ちょうど土屋くんのルールって今、面白いんちゃうかなと、皆さんもね、一回ね、上がっていってください、芸人ども。自分に腕が自信があるって。俺はね、何回もこれから挑戦していくよ。そんで、まあ逆に俺の TikTok ライブに、絶対それはないけど、俺の方に上がってきたら、上がってくるぐらいのことをやったろうかなと思いますよ。57歳、芸歴38年。俺ね、この感覚をね、今の時代に、今はこれはこうやってね、その俺のセンスってね、やっぱこんな57おらんと思うよ。だからね、他にもね、いろんな TikTok でバズってる子とかもいてるし、その子それぞれはやっぱりね、自分のキャラをちゃんと持ってるし、ほんで惜しまず一日中ずっと配信してるやつおるけど、俺これ見ててこいつらすげえなと。ある意味こうルイチェルのね、次のやつを狙ってるやつみたいなやつもおるわけよ。それとセッキー君って言って、ちょっといじられキャラで、自分がモテない女の子で小窓に出てる女の子を口説いて振られる、くそまたもうお前なんかに女なんか信じねえよ、もうキャラをずっと演じてる子とかもいてるの。こんなん芸人見た方がいいよ。負けるよ。テレビの世界、本当に、あかんようになるよ。こいつらに行かれてまうよ。だから、こいつらに負けるつもりは俺はないし、俺もキャラは貫いてる。貫いてるっていうか、俺はもうこういう生き方よ。57歳で。でも、堂々と、おじいちゃんと言われようが、感覚の中で肉体は老いぼれても、ここの魂は、まだまだ、バリバリの若い感覚持ってるんでね、ぜひ皆さんもちょっと一回勝負してください。